2歳マイル王者にクラシックを目指していた精鋭など今年も多彩なメンバーが集まった第26回 G1 NHK マイルカップ。28度を超える気温の中、3歳世代最強マイラーへ18頭が名乗りを上げました。それでは放送席です。解説はサンケイスポーツ板津武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずこの NHK マイルカップなんですけれども、はい、板津さんどんな印象を持たれてますか？そうですね、まあ、以前はエルコンドルパサであったりキングカメハミハであったり、はい、まあ、距離をこなす馬もね、この舞台で活躍しましたけど、まあ、最近は年々求められる、ね、スピードの部分が大きくなってきたかなという印象を受けますので、はい、まあ、そのスピード決着に耐えられる完成度というのが今必要なんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあ、その中でその完成度というと一番人気が2歳マイル王者グレナディアガーズが押されていますけれども、はい、そうですね、まあ、このレースね、2歳マイル王が出てくるときはね、大体好勝負しているので、はい、まあ、この馬ももちろんね、一番人気に支持されて当然の馬だと思うんですけどね、まあ、落ち着きがあってね、何よりまあ前回でいいガス抜きになったのか、まあ、折り合いがね、つきやすくなるのかなと思いますね、はい、まあ、あとは少しちょっと発汗が目立ち始めたので、うん、まあ、本当にレースまでね、ゲート開くまでうまく、はい、落ち着いていられればと思います、はい、今日はこの府中気温がだいぶ上がっています。さらに2番人気15番のシュネルマイスター、はい、そうですね、はい、こちらは僕本命に押したんですけれども、はい、まあね、時計の裏付けがねちょっとない点は、まあ、不安といえば不安なんですけれども、まあ、本当に、まあ、キングマン3区なんですけどね、このお父さんのキングマンというのは、まあ、ヨーロッパでね8戦7勝で無敵のマイル王だったので、はい、まあ、それと似た走りをするんですよね、そっくりな走りをするので、まあ、そういった点の素質を買いました、はい、このシュネルマイスター、お父さんキングマン、ヨーロッパのマイル G1 も4勝で、お母さんもドイツのオークスを制しているというような両決馬です。そして3番人気なんですけれども、バスラットレオン、前走強かったですね。はい、そうですね、まあ、逃げて上がり最速で、ね、押し切ってしまいましたからね、はい、まあ、今回はやっぱり展開面ですよね、うん、まあ、うまく花を切れるか、逃げた場合は、ね、3戦3勝なので、はい、まあ、そういう自分の得意な展開に持ち込めるかが鍵になるかなと思いますけれども、この4番のバスラットレオン、鞍上は藤岡雄介です。そして今日は10レースがこの 1600m あったんですけれども、はい、早いペースで非常にレース進んでいましたね。そうですね、まあ、走りやすいんでね、自然と時計も出やすいのかなと思いますけどね、はい、まあ、3勝クラスで1分32秒0というね、早い時計だったので、はい、まあ、NHK マイルカップもね、同じぐらいの時計では決着するんじゃない、もしくはね、もっと早いかもしれませんよね。そうですね、はい、そのあたり前半のペース、そして勝ちタイム、そのあたりも気になります。さあ、3歳最強マイラー決定戦 G1 NHK マイルカップ、ここから東京5週連続 G1 が始まります。ファンファーレです。さあ、伊達さん、早い時計になりそうというような予想の中で、はい、さあ、展開はどういうふうに予想しますか？そうですね、バスラットレオンは行きたいとは思うんですけどね、はい、まあ、そんなにね、スタートの初速っていうんですかね、それがそこまでね、バッと、ね、出ていくまではないので、まあ、そのあたり内側のね、ルークズネストはいるんですけれども、はい、まあ、こちらがね、出が早ければ行くかもしれませんし、まあ、ちょっとルークズネストね、馬場入りの時にちょっと旋回するようなところもあったので、はい、まあ、そういうところ気象面を考えると、まあ、バッと花に行ければ行ってしまう可能性も十分あるなと思いますね。そうですね、このルークズネストですが、前走のファルコンステークス逃げて重賞初制覇、グレナディアガーズとの追い比べを制したという馬でしたね。そうですね、はい、まあ、あとね、グレナディアガーズなんですけれどもね、ちょっと右回りにね、好成績というかね、まあ、勝ちくらい集中してますけど、はい、まあ、走りのバランス的には、ね、そんなね、違和感はないので、まあ、普通に走れてもいいのかなと思いますね、はい、前走の走りを見る限りは、はい、そうですね、2勝はともに右回りなんですが、左の芝ですとグレナディアガーズは2戦2着、3戦で2着2回、そしてそれ以外が1回というような成績です。さあ、枠入り順調に行われて残るは1頭です。18番のピクシーナイト、鞍上は福永雄一です。今係りに引かれてゆっくりとゲートに収まりました。第26回 NHK マイルカップ、今スタートが切られました。ちょっと1番レイモンド・パローズが出遅れました。おっと、そして4番のバスラットレオン落馬しています。
さあ先行争いですが、波乱の中12番のランドオブリバティが行きました。ランドオブリバティ、さらには外から18番のピクシーナイト、一気に範囲に立ったのがピクシーナイトです。そして2番手には13番のホーアマゾン、そして内から12番のランドオブリバティです。その外17番のグレイングリーン、そして内から3番のルークスネスト、さらには8番1番人気のグレナディアガーズはこの位置です。そして7番のタイムトゥヘブンがいて、外から10番ソングラインが上がっていきます。ここから3馬身ほど離れました。ここに15番シュネルマイスター安城クリストフルメール、うち2番のアナザーリリックです。そこから14番のショックアクションがいて、16番のロードマックス、うち9番のゴールドチャリス、さらには11番のベイルネビュラがいて、5番のリッケンパッカー、さらには6番のシティレインボー、大きく開いて1番のレイモンドパロース。なんとなんとバスラットレオンは落馬競争中止です。前半 800m はおよそ45秒速いペースで進んでいます。さあこのペースを作った18番のピクシーナイト、前4頭並んで4コーナーから最後直線に入っていきます。その前4頭大外3分の頃に出したのが8番1番人気のグレナディアガースと川田優雅、ただ内で粘っているのがピクシーナイト、福永雄一、さらには13番のフォーアマゾンと竹豊、そして外から上がっていった前を捉えたか10番のソングライン、粘る粘るグレナディアガース、外からソングライン、さらにはシュネルマイスターだ、シュネルマイスターだ、同じ勝負区の3頭、わずかに出たのがソングライン、池添健一、外から迫ってくる15番のシュネルマイスターとクリストフルメール、ソングラインかシュネルマイスターか、ソングライン、シュネルマイスター2頭並んだ、同じ勝負区の2頭、10番のソングラインか15番のシュネルマイスターか。